東京での時間はまるで早回しみたいに過ぎていって、証拠はありますか？その件で昭和62年頃、相田社長と覚書を交わしました。でもその時の契約内容を社長は無視してるんです。その覚書を提出してくださいますか？それは、覚書はなくしました。いや、嘘じゃないんです。原告はありもしない覚書の存在をでっち上げて主張しています。証拠もないのにおかしいじゃないですか。覚書を交わしたのならば必ず2通作成して双方が1通ずつ持っているはずでしょう。被告の方にもないわけですから、そんな覚書があったなんていい加減な主張をあなたはなさるんでしょうか？でも本当に覚書は交わしたんです。あんた覚えてるはずでしょ。原告は席を離れないでその場で質問に答えてください。そんなに重要な書類ならばあなたなくすわけないじゃないですか。それでは反対尋問を終わります。原告代理人、最終尋問はありますか？ございません。ありますよ、覚書。ああ、依頼人の不利益になることをわざわざ公表する弁護士がいるか？いや、それはそうですけど、あの覚書も最初からあったわけじゃない。忘れてたんだって。公判が始まってひょっこり出てきたってさ、どこまで本当かわからんがな。まあ、よくあることだよ。大人になれ大人に。急に。この近くなんだ今の現場。これから行くと。わざわざそれ教えに来たのかよ。すっごいとこに事務所あんのね。パリッと決めちゃって並ぶとはっきりするわ、職業のギャップが。その割にはへこんでるように見えないけどな。まあね、今はそれなりに楽しいから。それが弁護士の昼飯？うん、磯弁は辛いんだ。磯弁？磯郎弁護士。え？うるさいんだよな、工事の音。作っては壊し、作っては壊し。何がしたいんだかね、この国は。まあ、それでお金もらってる身なんだけどさ。意外と深いこと考えてるんだな。あんたほどじゃないわよ。俺は。ん？うん。正義って何ですか？正義って曖昧ですよね。曖昧すぎますよ。しつこい酒なんだなお前って。俺は弱い方の人間助ける側になろうと思って。なのにうちの依頼人はみんな強い方ばっかり。人間が人間を見て
人間が人間を裁く。どっちの立場から物を見るか依頼人で決まる。そういうもんだろう。納得いかないですよ。長谷部先生飲み過ぎじゃないですか。納得いかないです。いいネクタイしてスーツ着た男が酔って道に寝てるのに2本ぐらいのもんだよ。情けない。すみません、どいてくれ。ここの方ですか。ここに用がある。これはただの住所不定だ。そうですか。おい、若者の。はい。一杯飲んだ。いや、いいな、ちょっとこれ待って。大丈夫かな。いつもなんで洗いと続くよ。病気なんだ、日本人は。大人が大人の顔してね。あんな大人見て立派に育つ子供なんかいるわけない。おい、はい。あとサラリーマンか。あ、いや、一応弁護士です。一応ってのは何だ。あの、なんで働かないんですか。仕事がない。いや、ないって。探せばいくらでもあるでしょう。選んでないで少しでもできることを。エリート、そんな固いことしか言えないようじゃいい弁護士にはなれないね。人間なんだからピンキリだ。いろいろいるから面白い。人間の上も下も裏も表も知らなきゃさ、弁護先生。分かってますよ。だいたい天下りってのは貧しい人間の発想だ。戦争経験して二度と貧乏嫌だってやつは必死になってしがみついて。それ分かります。懐じゃないんだ、気持ちが貧しいんだ。本当にそうですよ。いいなし。全くもって貧乏つらい。貧乏くせ、うん、貧乏は許す。貧乏くさいのは許せ。そうだ、貧乏も嫌だけど、そうだそうだ、悪ぶるのは許す。偽善は許せ。偽善はたーい。長谷部先生。あ、今度の後半自分でやってみるか。え、どうすれば勝てるか分かるだろう。分かりました。じゃもしもし。え？
弁護士さん。はい。学校の先生がお見えになるって聞いてたんですけど。その彼女の依頼です。彼女も来ますけど地方なので。ずいぶん若くして司法試験受かったんですね。状況説明してください。繁華街の喧嘩にね、まかれ混ざってて、まあ、どっちが先に仕掛けたかってのは口が言ってんだが、彼こんなもん持ってたもんだから。すいません。怪我人は一人大腿部に刺し傷、まあ全治2週間ってとこかな。まあそれが使われたかどうかは不明です。あとは打撲の軽傷、まあ他の奴ら逃げてんでね。何せ態度も安静が全くない。おはようございます。快速ムーンライト新州82号をご利用くださいましてありがとうございました。あと5分ほどで終点の新宿です。6番線到着、出口は。こちらが身元引受人だから。七倉の代理、彼女もこっちへ向かってるから。じゃあ頼みますよ。お世話様でした。あんたが検事？いや、俺は弁護士だけど。いや、七倉先生の宮沢検事。俺はただの同級生、高校の時の。どうして親呼びたくないんだ。君が悪くないんなら堂々と親呼べるだろう。俺は巻き込まれただけだ。甘えるなよ。間違えば殺人だったんだぞ。本当は君がやったんじゃないのか。そうだったらあんた弁護してくれる？いや、断る。俺一人で帰りますよ。出られればそれでよかったんだから。ちょ、七倉が来るの待てよ。君のために松本から飛んでくるんだ。じゃあ、俺ちょっと席外すよ。うん。大丈夫？ああ。驚いた。でも、頼ってくれてちょっと嬉しかった。別に頼ってないんだけど。え？ちょうどよかっただけ。先生の秘密握ってるし。それでも、なんか嬉しかったよ。単純だから私。あ、でもお父さんには連絡だけしたからね。え？迎えは私が行くって言った。忙しそうだったし。あの人は忙しい人だから。先生。うん？俺は誰を救えばいいのかな。高坂君、
します。はい、高坂から連絡もらったもので、聖はこちらで連れて帰りますので、いろいろお手数かけて申し訳ありませんでした。交通費後ほどお支払いしますので。いえ、それは。じゃあ先生、ごゆっくり。なんだかごめんね、そっちも忙しいのに変なこと頼んじゃって。いや、それはいいけど。ほんと、ありがとう。嬉しかったよ、頼ってくれて。なんだよ。私あの子に言ったから、同じこと。そうじゃないよ、同じじゃない。なんかこうして会うの久しぶり。不謹慎だけどさ、こんなことでもなかったら会えなかったよ。ほんと不謹慎。連れて帰るつもりで意気込んでたのに、ちょっと肩すかしたな。大変だな、今時の高校生。でも基本的には私たちの頃とそんなに変わってないって思ってるんだけどね。今度ちゃんとお礼するね。あ、うん。あのさ、全面的に信用しない方がいいと思う。え？彼の高坂聖君の言うこと。どうして？彼内面にいろんなもの隠してる。どうしてそんな風に言うの？七倉、現実知らなすぎるよ。今時のさ、少年犯罪の実態とか知れば知るほど誰信じていいか分かんなくなる。昔の俺たちみたいに考えてたら痛い目に遭う。それが現実だよ。弁護士ってそういう仕事なの？長谷部君、そういう弁護士になりたかったの？世の中にはいろんな人間がいるって言ってんだよ。その中で俺も七倉も先生と呼ばれる仕事してる。人を見極めなきゃいけない仕事してんだよ。私疑うことから始めるなんてしたくない。それでもしなきゃいけないってことになるんだよ。だったらこの仕事を選んで意味ない。いつまで青臭いこと言ってんだよ。ごめん、こんなつもりじゃない。ごめんなさい、こんなことに付き合ってもらってて。